あ、仕事待ちの時間なんですよ。お疲れ様です。ありがとうございます。PR さん、改めましてです。今日はさん、ありがとうございます。あ、ジュニさん、改めまして、ありがとうございます。すいません。いただきます。ありがとうございます、ジュニさん。で、今日、まず今日、朝起きた時に、なんか、多分先日ね、スケートボードやりすぎて、なんかね、勉強とスポーツは、勉強が先なんだぞっていうことをね、テレパシーで、でまあ、しおんさんが年上だから、しおんさんとそらさんで、大ちゃんとかさ、りょうちゃんのお姉ちゃんとかね、とか、うたげさんとか、りつくんとか、ね、りんたろうさんと、こう、なんか、JF スケートボードのこの子たちと、テレパシーで話したんですよ。そしたら、あれみたいな、1が知識で、みたいなさ、2が武道、みたいな、あれ、それ、なんだっけみたいな、言葉が思い出せなくて、あ、記憶喪失のやつで、あ、俺が身についてないのか、身についてないな、文学が、みたいなさ、武道も身についてないんだな、とか思っちゃって、あれと思ってさ、ちょっと起きて、15分ぐらいかな、思い出せなくて、ちょっとネット開いてて、ブってさ、開いてたら、あ、ブっていう感じからさ、あ、ブって書いてさ、あ、そうだそうだ、文武両道だと思って、そう、文武両道みたいな感じで。まず一番最初の文章の文ね。で、武道の部は、まあ、武道じゃないですか。まあ、スポーツとかね。で、やっぱりね、スケートボードとかサーフィンとか、そのもの、前も言ってる、何回も言ってると思うんですけど、何回かね、自分の YouTube で伝えたと思うんですけど、スケートボードのその板をね、サーフィンでもその板を、サーフボードとかスケートボードの板を見ただけでは、そのスポーツはわからないんですよね。これがスケボー、これがサーフボードって言われても、わからないんですよ。ね、で、これをどう使うのかみたいなさ、あ、海だねとか、あ、ランページ、あ、ボール、パークみたいな、それで初めて、あ、かっこいいな、楽しそうだなみたいな感じでやっていくわけですね。で、そのスケボーっていうその道具だけ見ただけでも、あ、木村さん、すいません、いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、すいません、昨日もありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。